食われたくねえな。おい。おう。巨人に会いませんように。死んだ仲間のためにも。おい。調査兵団にするって？コニー、お前8番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ。俺は自分で決めたんだよ。あの皆さん、長官の食糧庫からお肉取ってきました。サンシャ、お前独房にぶち込まれたいのか。
大丈夫ですよ。後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。お前ら、あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。通りやれば十分巨人と戦えるぞ。潰されるところだった。こいつはさっきより大きいぞ。一人でやれんのか。やった。エレン、一人で戦うなんて教わっただろう。俺も一緒に戦うぞ。私も行きますよ。
も残さねえぞ。なんとかなるもんだな。エレン、もういいだろう。壁に穴が開いちまったんだ。これ以上ここに留まるのは無意味だ。いや、まだもう一匹いる。スタンド目標壁界正面超大型巨人。マジかよ、これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。よう、5年ぶりだな。こいつさらに壁を壊す気だ。巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。
てこった。それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛部を中東兵団の迎撃班、中衛を支援班が率いる訓練兵団、後衛を中東兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。なお伝令によると先遣班はすでに全滅したとのことだ。外門が突破され、巨人が侵入してきている。住民の避難が完了するまでウォール・ローゼを死守せよ。解散。はっ。なんて今日なんだ。明日から内地に行けたっつうのに。アッカーマン、お前は後衛部隊に入れ。住民の近くに一人でも多くの精鋭が必要だ。待ってください。私の腕では足手まといになります。おいミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でもエレン、頼みがある。一つだけ。どうか死なないで。死なないさ。こんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。なあアルミ、こりゃいい機会だと思わねえか。調査兵団に入団する前によ、この初陣で活躍しとけば俺たちは新兵にしてスピード昇格間違いなしだ。ああ間違いない。言っとくけど、今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。誰が巨人を多く狩れるか勝負だ。数をちょろまかすなよ。34班前進、前衛の支援につけ。よし行くぞ。おう。状況は？先遣班はどうなっているんだ？アルミンとはまとまって行動した方がいいんだ。
ついてこい。エレン、もう行くよ。もう街中に巨人が入り込んでいる。くそ、俺たちで倒すぞ。頼んだぞ。私も行く。救援要請だ。急いで行かねえと。一緒に戦おう。駆逐してやる。取った。奴らの好きにはさせねえ。やってやる。畜生、畜生。呼吸しないと危険だよ。駆逐してやる。誰が奴らに殺される。おい、もたついてんじゃねえ。死ぬぞ。悪いな、アルミ。悪かった。俺たちも戦うぞ。縁談、あっちにはミーナたちがいるはずだ。本部のある方向だ。ミーナたちと合流して、ついでに補給を済ませよう。やってやる。やってやる。奴らをどうにかしねえと呼吸ができねえぞ。もっと取ら。くそ、奴らが本部にまで。まさか前衛の先輩方はやられちまったのか。討伐する追加。本部はなんとか無事だね。補給を急ごう。Just...
てくれたか。巨人がなだれ込んできてるんだ。仕方ねえ、俺たちで食い止めるぞ。初陣にしては十分な戦果だよな。お母さん、助かった。このでけえ怪獣が。気をつけるんだ、エレン。戦闘用意、必ず仕留めろ。あまりにも気候した。何しやがる。待ってやがれ。よくもどうなすよ。やめて、やめてください。なんで僕は仲間が食われている光景を眺めているんだ。どうして僕の体は動かないんだ。
死ねるか。アルミ、お前が教えてくれたから俺は外の世界へ。なぜ俺たちを無視する。飛行士だ。考えても無駄だ。早い。精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ。完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。やべ、アッカーマン、住民に近づく巨人を排除しろ。班長、別の機構士が接近してきます。そう、まだ住民に向かっていくぞ。中に入ってくれ。後ろが詰まってんだよ。
救援要請。狙う。しのいだな。ミカサ・アッカーマンか。あいつは間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。何？おい待て、アッカーマン。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。エレンは僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。
あなたたちは腕が立たないばかりか、臆病で腰抜けだ。ここで指を加えたりしてればいい。加えてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。全員で本部を目指せ。やってやる。死んでたまるか。俺たちも続こう。待て、コニー、これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。全部狙う。味方が苦戦している。行かないと。私も行きます。今度こそ頑張りますよ。なるべく多くの兵士に呼びかけて本部に向かうよう伝えろ。このままじゃもう。次、蹴散らして。のため仲間が戦っています。加勢してください。分かった。みんなやるぞ。全部かっさばいて。もう終わりだ。Thank you.
かった。狙う。死にたくなければ協力してください。私たちと一緒に本部に乗り込みましょう。うん、よし、みんな本部を取り返そう。俺たちはみんな食われちまうんだ。蹴散らして。周りにいる巨人の数が多すぎる。いくらミカサでも無茶だよ。狙う。奪還作戦を決行中なんだ。本気なの？分かった。みんな行きましょう。本部が危ない。もう長くは持たないぞ。持たなければ勝てない。潰す。
もう一押し。ミカサはどうやったらあんなに早く動けるんだ。いや、いつもみたいな冷静じゃない。このままじゃいずれ。ミカサ、この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。戦え！ごめんなさい、エレン。私はもう諦めない。死んでしまったらもう、あなたのことを思い出すことさえできない。うわー！巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。
その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。